こんにちは。今日も、簡単にねスピード、おかずをねつまみを作りました。こちらからですね、豚バラとキャベツのフライパン蒸しです。はい、こちらがブロッコリーのごまラー油あえです。でこちらが厚揚げのネギ味噌チーズ焼きです。はい、でこちらがですねもやしとね豚バラのレンジ蒸し。はい、でこちらは電子レンジで簡単生姜のそぼろ丼ですね。でこちらはねちょっと刺身安かったんでね、はい、買ってきたのでこれで宅飲みをしたいと思います。はい、皆さんこんにちは。なんだかで姫りんごです。今日はねなんだかんだって今何時だ、はい、2時30分ですね。ちょっと今日は豚バラ肉とかねひき肉が安かったので、2品ずつね豚ひき肉とあと豚バラ蒸し料理とか焼き料理とかねあとレンジ料理とかで作らせていただきました。はい、でねちょっと飲んでもうカラカラなんで喉ね。今日は北海道4度なんですよ。あったかいあったかい。皆さん4度とね思う方もいると思いますけど、今までマイナスだったことを考えたら4度はねあったかくて、今暖房切ってます。もうビールが美味しい時期が待ち遠しい。はい、これねちょっと何だよ、ライデンかんぬき IPA ビールっていうこれかわいい柄見つけたのでね、私ちょっとこれ飲んでみますね。はい、缶がかわいいからね買っちゃいました。いただきます。はい、じゃあそれでは皆さん今日も一日お疲れ様です。乾杯。あー美味しい。あー苦味があっていい、これ好き。あー美味しい。まあエチゴビール飲んだことあるんですけどなんか近いですね。じゃあ早速冷めないうちに、はい、どっから行こっかな。じゃあとりあえずこちらブロッコリーのね、皆さんお好みでね電子レンジでチンしてください。はい、もう簡単、ポン酢とネギとラー油だけ。うん、うん、全然違う、間違えました。これね、醤油とねごま油とラー油とすりごま、嘘つきました、ごめんなさい。うん、すりごまもお好みでどうぞ。本当にうんうん、おいしい。で、ラー油のねピリッとした感じもお好みで、辛い方が好きな人はラー油多めでもいいですし、うん、おいしいですね。はい、そしたらどうしようか、どうしようかって。はい、これね電子レンジで簡単に作れるねそぼろ丼です。はい、こちらもショート動画上げてますからね、今の先ほどのねブロッコリーも上げてますけど、いただきます。うん、絶対作ってください。本当に美味しい。うん、本当に美味しい。簡単だしね、簡単なのが一番いいんです。もうめんどくさいの嫌いなんで私はね。はい、厚揚げのネギ味噌、ちょっと真ん中からいこうかな。こちらですね、厚揚げのネギ味噌。はい、こちらもちょっとね、はい、チーズかかったっぷりね、いただきます。これは酒のあてに最高。もうレンジとね全部もうほんとこっちはレンジでやって、最後にトースターはなんでトースターってチーズ溶かすだけですから。はい、すごい
簡単。あとはね、蒸し料理ばっかりなんですよね。こちらはもやしと豚バラのね、蒸したやつなんですけど、ネギダレかけました。はい、重ね蒸しですね。もうね、豚バラね、すごい安くて、はい、ちょっとね、どうしよう、うまくいけるかな、もやしと一緒に、はい、ネギをね、こうニラを巻いて、くるくるっとね、巻けたらいいんだけど、あ、巻けましたね。いただきまーす。とろっとろ。やるよね。おいしい。ヘルシーだし、いいです本当に。電子レンジとか、まあ、こっちのキャベツの方はね、フライパンで蒸しましたけど、はい、こちらも食べますね。味付けがそれぞれ違うので、みんなお刺身以外は全部ショート動画に載せてありますので、もしね作ってみたいわって方いましたら、ぜひぜひお試しいただけたらと思います。はい、うまい。まあ皆さんね、フライパンで蒸すのもね、ほったらかしなんで8分、弱火で。こちらはね、キャベツの方で、こちらも電子レンジです。はい、全部もうチンチン、電チン料理、もうトースター、フライパン、うんですね。なんか煮込んだものとかないですね、今日のおつまみはね。そうですね、こんな感じで、このお刺身以外の5品はショート動画に載せてありますので、もしね、どれか気になるね、お料理がございましたら、ね、作ってみては、作ってみていただけたらありがたいなと思っておりますので、よろしくお願いいたしたいと思います。今日もね、最後までご視聴ありがとうございました。またね、次回の動画でお会いしましょう。飲んだくれでした。ありがとうございます。